西洋医術発祥記念像、中央がルイス・デ・アルメーダ。ルイス・デ・アルメーダは戦国時代末期の日本を訪れたポルトガル人商人であったが医師の免許を持ち西洋医学を日本に導入して日本初の病院を作ったことで知られる。後にイエズス会員となった。アルメーダは1525年頃リスボンでユダヤ教からカトリックに改修したコンベルソの家庭に 生まれた。1546年に、ポルトガル王から与えられる、医師免許を取得した後で、世界有秘を夢見て、ゴアからマカオに渡った。1552年に貿易目的で、非全国の平戸に初来日。日本とマカオを行き来して、多くの富を手にした。アルメーダは、山口で、イエズス会宣教師コスメで通レス神父に会う。彼は、フランシスコ・ザビエルの事業を継承して、 日本で不況を続けていた。アルメーダは宣教師たちとの出会いを通して思うところがあり、文庫府内に留まり、資材を投じて入寺院を建てた。これは、当時の日本で広く行われていた赤子殺しやまびきの現実にショックを受けたからであるとされている。さらに、文庫府内の領主であった大友総理に願って土地をもらい受け、1557年に下下下、内下、 ハンセン死病化を備えた総合病院を建てた。これが日本初の病院であり、西洋医学が初めて導入された場所である。この病院においては、自らが外科医療を担当した一方で、元僧侶の日本人キリシタンが内科医療や薬のことに携わった。その他、清水や十字架、呪図気頭分などを用いた呪術的な医療も盛んに行われた。実際、 この病院で主力だったのは、下界医療よりも、樹実的な医療であり、アルメーダ自身は、実際のところ、下界医療よりも、樹実的な医療を重視しており、病気治癒の効果が、デウスの力あることを強調する発言を残している。また、大分において、ミゼリコルディアム、不況においても活躍し、コスメでレス神父は、回収が難しそうな土地へたびたび、アルメーダを向かわせた。 学識あるアルメーダは僧侶など知識人の欲求によく、答え、改修へと導いた。医師としても、貧しい人々を助けたので多くの信者を獲得した。神父としての活動を始めてからも、貿易への投資を続け、病院の資金を調達した。また、慢性的な財政難に苦しんでいた、日本の教会へも不思議なく、資材を寄進した。日本人医師の協力を受けて、 病院を運営していたアルメーダは1558年には医学教育も開始、医師の養成を行った。やがてアルメーダは九州全域を回って医療活動を行うようになり、1563年には平戸の北部、久島でも治療に当たっていた。同年には横瀬浦から避難し後に日本史を書いたルイス・フロイスも久島で10ヶ月ほど滞在した。 ウクジュンテイの治療を依頼されるほどその名声は高まっていた。1569年、トルレスに派遣され、天草の豪族、四季林泉の招きで霊北町を訪れたアルメーダは、天草に初めて南蛮文化を伝えた。天草市の巡教公園には彼の像が建てられている。天草に移住してからは、カステラ風のお菓子を教えるなど、食文化にも精通しており、玉名の名家。 松の雪は、アルメーダが、貿易港、いくらの菓子職人に製法を伝えたとされる。1580年、アルメーダは、マカオに渡って主催に上海された。再び、日本に戻って、選挙活動、医療活動に専念するが、1583年10月に、天草の河内裏で没した。冒険商人から、無償奉仕の医師へと転身し、 病人と乳児に尽くした波乱の生涯であった。ありがとうございます。